ラムセス2世の名前にカルトゥーシュを伴うヒエログリフ。エジプト神王国のルクソール神殿にて古代エジプト文学は古代エジプトの王朝時代からローマの属州であった時代の終わりまでにかけてエジプト語で書かれたエジプト文学の源流をなす文学である。シュメール文学とともに世界最古の文学と考えられている。ただし古代エジプトの文学という場合通常の 文学より広い意味を有し、文字で記されたテクスト全般を文学として扱うことが多く、ピラミッドの内部や棺の内側に記される宗教文書も含めて研究されてきた経緯がある。エジプト文字は紀元前4000年期後半、戦王朝時代のエジプトの後期に出現した。紀元前26から22世紀のエジプト後王国の時代までには、総霊文書、書簡文学や、 手紙、宗教的な参加やし、結出した行為の行政官の経歴を列挙する自伝的追悼文などの文学的作品が存在していた。エジプトの物語文学が生まれるのは、紀元前21から17世紀のエジプト、中央国初期になってからである。これは、リチャード・パーキンソンによれば、知的な初期間階級の勃興、個人に関する新しい文化的感受性、 先例のない高い識字水準、文字資料へのアクセスなどの結果としてもたらされたメディア革命であった。しかしながら、識字率は全人口の1%にも満たなかった可能性がある。したがって、文学の創造は占領によるものであり、官長やファラオの王宮に付随した初期官階級に独占されていた。ただし、古代エジプト文学が、 どの程度王宮の社会政治体制に依存していたかについては現代の学者の間でも完全な意見の一致は得られていない。エジプト中央国の音声言語である中期エジプト語が紀元前16の11世紀のエジプト新王国期には古典言語となり、この時期に新エジプト語として知られる地方語が初めて書き物に出現した。 新王国の初期官たちは中期エジプト語で書かれた数多くの文学テクストを聖典として写本し、中期エジプト語は神聖なヒエログリフのテクストを交渉するための言語であり続けた。セバイトや伝説的な物語など中王国時代のジャンルの一部は新王国でも一般的であり続けたが、予言的なテクストのジャンルは紀元前4から1世紀のプトレマヨス朝時代に なるまで復興しなかった。人気のある物語としては、シヌヘの物語や、雄弁な農夫の物語、重要な教育的テクストとしては、アメンエム派と一世の教訓や、愛国者の教訓などがある。新王国時代までには、神聖な神殿や墓の壁に記された、記念の落書きが、独自の文学ジャンルとして反映するようになっていたが、これらにも他のジャンルと同様の定型的な表現が、 用いられていた。正当な著者を認知することは一部のジャンルでしか重要とされておらず、教訓ジャンルのテクストでは偽名が用いられ、有名な歴史的人物に偽って返されていた。古代エジプト文学は幅広い媒体によって保存されてきた。パピルスの巻物や束、石灰岩や陶磁器のオストラコン、木の筆記板、石像の記念建築、古品テクストなどである。 このような形で保存され、現代の考古学者たちにより発掘されたテクストは、古代エジプト文学の小さな部分を見せてくれるに過ぎない。ナイル川の氾濫源にあたる地域は、湿潤な環境がパピルスと、インクによる文書の保存に適さなかったため、あまり伝わっていない。他方で、数千年間にわたり、渦漏れ、隠れていた文学が、エジプト文明変園の乾燥した。 砂漠地帯の集落から発見されている。エジプト公王国の王女ネフェルティアベとの平板石碑。ギーザにある墓にあり、石灰岩にヒエログリフが掘られ再色されている紀元前4000年期後半のエジプト初期王朝時代までには、ヒエログリフとその筆記体であるヒエラティックは十分に確立された文字体系となっていた。エジプトのヒエログリフは自然物の 小さな芸術的絵であった。例えば、缶抜きを表すヒエログリフは、セと発音され、s の音を作り出した。このヒエログリフが、他の一つまたは、複数のヒエログリフと結合されると、音の組み合わせが作り出され、悲しみ、幸福、美、悪といった抽象的な概念を表すことができた。紀元前3100年頃の先王朝時代のエジプト末期のものとされる、 ナルメル石板では、ナマズとのみのヒエログリフを組み合わせて、ナルメル王の名前を表している。エジプト人たちはヒエログリフを、神の言葉と呼び、その使用を奏霊文書を通じての神や死者の霊との交信といった、高貴な目的に限定していた。ヒエログリフのごそれぞれが、特定の物体を表すと同時に、その物体の本質を体現しており、神により作られより、 大きなコスモスの一部となっているものと認識されていた。こう、カオルクといった聖職者による天霊の行為を通じ、神官は魂や神々に神殿の表面を飾っているヒエログリフを読めるようにしていた。第十二王朝に始まる僧霊文書においては、墓の主である個人の魂は、来世での家庭の源として僧霊文書のテクストに依存しており、 あるヒエログリフを損ねたり省略したりすることは良くも悪くも個人に何らかの影響を及ぼすのだとエジプト人たちは信じていた。独者やその他の危険な動物のヒエログリフを切断することはそのもたらし得る危険を取り除く。しかしながら個人の名前のうちかなり部分でも取り除くことは個人の魂が創霊文章を読む能力を奪い魂を正規のない物質へと 運命づけてしまうと考えられていた。アボットパピルス、ヒエラティックで書かれた記録文書。テーベのネクロポリスにある王家の墓の調査を記述している。ラムセス9世の即位期限16年のモノヒエラティックはヒエログリフを単純化した草書体である。ヒエログリフ同様、ヒエラティックも神聖な宗教的テクストに用いられた。ヒエラティックは 古代エジプト語がヒエログリフを用いて表現されるようになってから数百年後のエジプト王国時代の初期にはすでに用いられておりパピルス文書や手紙などに用いられていた。紀元前千年期までには筆記体のヒエラティックは僧霊パピルスや神殿の文書の大部分で用いられる書体となっていた。ヒエログリフの筆記には極度の正確さと気配りが要求されたのに対し、 総書体のヒエラティックははるかに高速に書くことができたので初期間による記録管理により適していたのである。医学、数学、教育案内といった OK 用でなく、記念碑的でなく、それほど公式的でない用途向けの速記法として主に利用された。ヒエラティックは二つの異なった書体で書くことができた。一つは政府の記録や文学的思考に用いられるより、 カリグラフィ的な書体であり、もう一つは非公式な計算や手紙に用いられる書体である。初期や新刊がパピルスに文字を書くとき、ヒエログラフでは一つ一つの文字に時間がかかってしまうことから文字の簡略化が進行してヒエラティックが生まれたと推定されるが、やがて互いの書体を比較したり、次世代の初期、新刊に学ばせたりしながら、 ある程度共通した文字の崩し方が共有されたものとみなされる。当初ヒエラティックの書体はヒエログリフに近い形を保っていたが、次第に簡略化が進展し、エジプト中央国の時代にあっては原型をとどめるものは少なくなっている。このようにヒエラティックの書体は長い年月の中で時とともに変化したため、文献資料の年代決定に重要な役割を果たしている。 紀元前千年期の中央までには、ヒエログリフとヒエラティックが依然として、王家、記念碑、宗教、僧霊などの筆記に用いられる一方で、ヒエラティックよりも、さらに創書的な新しい書体が、日常的な非公式の書き物に用いられるようになったデモティックである。デモティックは、ゲイエジプトにおいて、紀元前7世紀以降に成立したものとも見られており、 いくつかのヒエログリフが一まりまりになった内容をごくわずかな画数で表現したものである。デモティックはそれまでのヒエラティックに代わり日常的な書類やいわゆる文学作品をパピルスに記す際に用いられた。デモティックの登場によりヒエラティックは宗教文書をパピルスやミイラの包帯に記すなど限定的に使用され続けることとなった。またヒエラティックとは異なり デモクラティックはステラなど、高級的に残って長く、後世に伝えることが期待された媒体にも使用された。ロゼッタストーンにも、ヒエログリフ及びギリシャ文字と共に、デモクラティックが刻されている。古代エジプト人によって採用された最後の書体は、コプト文字で、これはギリシア文字の改訂版であった。キリスト教がローマ帝国全体の国教となった、紀元4世紀には、 コプト文字が標準となった。ヒエログリフは、異教の伝統の偶像崇拝的な図像であり、聖書聖典の筆記には、不適切なものであるとして放棄された。墓の視察と清掃に関与した役人に言及している、ヒエラティックの書かれたオストラコン。第21王朝期のもの、エジプト文学は、様々な媒体を用いて書かれた。石に文字を刻むのに必要なのみを別にすると、 古代エジプトの主要な筆記具は足ペン、つまり茎の端を傷つけてブラシのような形にした足であった。足ペンはパピルス層の髄を並べて叩き潰して制した薄い素材であるパピルスの巻物や陶器や石灰岩の小さな破片であるオストラコンにカーボンブラックや赤のオードの顔料で文字を書くのに用いられた。パピルスの多くはパリンプセスと すなわち以前書かれていた内容を消して新しいものを書いた趣向として残っているので、パピルスは比較的高価な商品であったのであろうと考えられている。このことや、パピルス文章を破り取って小さな手紙を作ることが行われていたことは、パピルス層の生育する時期が限られていたための、パピルスの季節的な不足が生じていたことを推測させる。 オストラコンや石灰岩型が短い書き物の媒体としてしばしば使われたのもこのためと考えられる。石や陶器のオストラコンやパピルスに加え木や造毛や石膏も媒体として用いられていた。アエニュプトスの時代までにはエジプトの伝統的なアッシュペンはグレコローマン世界で主流であった筆記具によって取って代わられた。より短く太くペン先のあるアッシュペンである。 同様に、エジプト古来の顔料も、ギリシアの鉛によるインクに置き換えられていった。ギリシア・ローマの筆記具の採用は、エジプト人の筆跡に影響を及ぼし、ヒエラティックの記号はより広い余白が取られ、より丸い飾り書きと、より明確な角を持つようになった。砂漠に築かれたエジプトの地下墓は、パピルス文書の保存に最も適した保護環境であったと思われる。 例えば、墓の主である個人の魂のための来世のガイドとなるべく墓に入れられた僧霊パピルスであった死者の書が多数良好な保存状態で残っている。しかしながら埋葬室に宗教的でないパピルスを入れる習慣があったのは中央国晩期から新王国の前半期にかけての時期のみであったので保存状態の良い文学的なパピルスの大半はこの時期のものとなっている。 古代エジプトの集落の大部分はナイル川の氾濫源の奇跡層に位置していた。その湿潤な環境はパピルス文書の保存には適さなかった。氾濫原よりも高地にある砂漠の集落やエレファンティネ、エルラフン、エルヒバなどのような灌漑設備のない集落から考古学者たちはより多くのパピルス文書を発見している。パピルス層を収穫するエジプト農民たち。 デール・エルメディーナにあるラムセス時代初期の墓の壁画より、被分のある石はしばしば健在として再利用され、肩や陶器のオストラコンはその表面のインクが保たれる、ためには乾燥した環境が必要であった。パピルスの巻物や束は箱に収めて保管されるのが普通であったが、オストラコンの方は日常的にゴミ捨て場に捨てられた。そうしたゴミ捨て場の一つが、 デール・エル・メディーナのラムセス時代の村から偶然発見され、現在知られているオストラコンに書かれた詩的な手紙の大多数が出土した。ペネロペ・ウィルソンは手紙、参加、虚構の物語、レシピ、商業的な領収書、遺言などを含むデール・エル・メディーナで発見された幅広い文書について論じている。ウィルソンはこの考古学的発見を 現代のゴミ埋め立て地やゴミ箱を古いにかけるのと同様なものと描写している。デール・エルメディーナの住民たちは古代エジプト人の標準からすると信じられないほど読み書き能力が高かったと指摘し、またこうした発見は稀な状況と特殊な条件でしか起こり得ないのだと中記している。ジョン・ダブリュー・テートはエジプトの資料の残存には非常に大きな村があり、時間と空間の双方に この保存の不均質さがあると強調している。例えば、ナイル川デルタからの資料は前時代において欠乏しているが、テーベ西部からの資料はその前世紀以降のものが大量にある。テートはまた、テクストの中には、多数の写本が作られたものもあれば、たった一つの写本から生き残ったものもあると指摘している。例えば、ナンパした水夫の物語には中央国時代の 完全な写本が一つだけ残存している。しかしながら、ナンパした水夫の物語は新王国時代のオストラコン上の無数のテクスト編としても出現している。他の多くの文学的作品は初段編、もしくは失われたオリジナルの不完全な写しを通じてのみ伝わっている。ヒエログリフが彫り込まれ再色された石中、ラムセス2世の統治下であり続け、 それから中央国の始まり頃に中エジプト語へと進化した。中エジプト語が古エジプト語と近縁関係にあった。一方で、新エジプト語は文法構造上で大きく違っていた。新エジプト語は早ければ、紀元前1600年には地方語として出現していた可能性があるが、紀元前1300年頃の新王国のアマルナ時代になるまで初期言語としては用いられなかった。 紀元前7世紀までには新エジプト語はデモティックへと進化し、デモティックは紀元5世紀まで音声言語として話され続けたが、紀元1世紀から徐々にコプトエジプト語へと置き換えられていった。ヒエラティックはヒエログリフと並んで、古・中エジプト語の筆記に使われ、新エジプト語では主要な筆記法となった。新王国時代までには中エジプト語は通常は、 ヒエログリフの読み書きにのみ使われる古典言語となった。新王国以降の古代エジプトの歴史全体を通じ、中エジプト語は歴史記録、自伝的追悼文、宗教的参加、奏霊の呪文といったより高貴な形式の文学に用いられる音声言語であり続けた。しかしながら中エジプト語で書かれた中王国の文学を後の時代に ヒエラティックで書き直すことも行われた。パピルスの文章を膝に乗せたエジプト人書機関の座像をギーザの西部墓地にて発見。第五王朝古代エジプトの歴史を通じ読み書きは公職に就くための主要な必要条件であったが政府高官は日常業務で占領の補佐を受けていた。ラムセス時代の第一アナスタシ・パピルスからも明らかなようにウィルソンによれば 初期間は、この掘作や、レンガの傾斜路の建設を準備したり、オベリスクを輸送するのに必要な人員を決定したり、軍事活動の補給を手配したりといった仕事までをも、期待されていた。政府による、雇用のほかに、手紙の下書き、販売報告、法的文書の作成などといった、初期間の業務は、文盲の民間人からもしばしば求められていたであろう。識字率は、 人口のわずか1%に過ぎなかったと考えられている。残りの99%は文盲の農夫、牧夫、職人、その他の労働者、並びに初期の補佐を必要とする商人たちなどであった。肉体労働者に対する初期間の特権的地位は、ラムセス時代の教育的テクストの一般的な主題であり、職業の風刺では例えば投稿、漁師、選択 兵士などのいやしく望ましからぬ職業が嘲笑され、初期間の職業が賛美されている。初期間階級は文学的古典を維持、継承、聖典化し、また新しい作品を書く務めを追う社会集団であった。シヌヘの物語やアメンエム派と一世の教訓のような古典作品は筆記の教育上の訓練として、また初期間階級として要求される倫理。 道徳的価値を植え付けるためとして、生徒たちによって筆者が行われた。教育ジャンルの知恵文学が中央国時代に、オストラコンに書かれた教育的テクストの大半を占める。シヌヘの物語や、ネフェルから王ーーとサセネット将軍のような物語は、新王国になるまでは、学校での練習として筆者されることは、ほとんどなかった。ウィリアム・ケリー・シンプソンは、シヌヘの物語や、 難パした水夫の物語のような物語を物語の形を取った教訓や教育であると説明している。こうした物語の主人公は家を愛することや自立することなどといった当時受け入れられていた美徳を体現しているのである。初期間の職業外でも読み書きができ古典文学に接していた例もいくつか知られている。第二十王朝時代に デール・エル・メディーノで働く製図工であったメネナは、中央国の物語、雄弁なノーフとナンパした水フの物語の数節を、反抗的な息子に説教をする手紙の中で引用している。メネマの同時大臣で、第一アナスタシ・パピルス内の風刺的手紙の作者であった、初期間堀りは、初期間でない、中途半端にしか教育を受けていない人間による、似つかわしからのやり方で、 ハルドジェデフの教訓を引用したことで、受け取り人を今占めている。ハンス・ベルナー・フィッシャー・エールはこの素人による、正当文学への侮辱と受け取られているものを、さらにこう説明している、ラムセス時代の初期間の一部が、自身の大なり小なりの古代文学の知識を示さねば、ならないと感じており、そのようにしてなされた堀による攻撃は、これらの上うべき、諸作品は、 従前な形で知られるべきであり、過去から通俗的な格言を意図的に切り出す、石切り場のようなものとして不正に用いられてはならないという考えを明らかにしている。当時の古典は、引用する前に完全に記憶し従前に理解されねばならなかったのである。セティ一世総裁伝のヒエログリフ。現在は、カルナック神殿の大列中室にあるテクストを、 聴衆に向け音読することが行われていたという、少数だが確かな証拠が、エジプト文学とエジプト美術に残されている。高頭のパフォーマンスを意味する言葉、朗読は、電気、手紙、呪文に結びつけられるのが通例であった。歌唱は、昇歌恋愛し僧霊のラメント、及びある種の呪文に用いられた。ネフェルティの予言のような講和文は占領たちの集まりで、 朗読されることを意図されていたと推測される。紀元前千年期のペティエゼの功績を中心としたデモティックによる短編物語群では、書く物語はファラオを前にした声というフレーズで始まっており、このことは朗読者と聴衆がテクストを読む場に関与していたことを示唆している。一部のテクストでは政府高官や王宮の人々が架空の聴衆として言及されているが、 より広い文盲の聴衆たちもまた存在していたものであろう。セムウセレト一世の墓石では、集まって墓姫を、老唱する初期間に耳を傾ける人々について、明確に言及している。文学はまた宗教的な目的にも奉仕した。 公王国のピラミッドテクストに始まり、墓の壁や後には石棺に書かれた、僧霊文学、墓に収められた、死者の書、などは、死者の魂を守り、来世での糧となるよう作られていた。魔術的な呪文、文句、序情的参加などの使用も含まれていた。王家以外の墓から発見された、僧霊に関係しない文学テクストの写しの存在は、 死者が来世でそうした教訓テクストや物語を楽しむのだと考えられていたことを推測させる。文学の創造の大部分は男性の初期間の仕事であったが女性によって書かれたのであろうと考えられている作品も存在する。手紙を書く女性への言及が複数存在し、また女性が送りもしくは受け取った私的な手紙も発見されている。しかしながら、エドワード・エウェンテは 手紙を読む女性に関する明確な言及が存在していても、女性が他の誰かを雇って文章を書かせた可能性があると主張している。初期間の長みになくとの石碑、ヒエログリフの名。愛の知性化の者リチャード・パーキンソンとルートビヒディ・モレンツは古代エジプト文学、競技のベルレットルとして定義される、和中王国の第十二王朝の初期になるまでもうじっとしては、 残されなかったとしている。広王国のテクストは主に神への崇拝を維持したり、魂をライセで守ったり、または日常生活の実用的な記録を残したり、するのに用いられた。娯楽や知的好奇心などの目的で、テクストが書かれるようになるのは中央国以降であった。パーキンソンとモレンツはまた、中央国の筆記作品は、広王国時代の交渉文学を書き起こしたもので、 あったと推測している。交渉詞の一部が、後世の筆記により保存されたことが知られている。例えば、短歌運びの歌が広王国の墓碑名に書かれた、陰文として残っている。古文書学の方法によりテクストの年代を決定する、ことには、ヒエラティック書体の異なるスタイルの存在から来る、混乱がある。聖書法による年代決定にも、 テクストの作者がある古い原型の特徴的なスタイルを模倣した可能性があるという問題がある。フィクションの記述では遠い歴史的な設定が用いられることが多く、同時代の設定を使用するというのは比較的最近になってからの現象であった。テクストの書かれた時代よりもジャンルや作者による選択の方がテクストの雰囲気により大きく関与し得るので、 あるテクストの文体は、その創作年代の決定にはほとんど役に立たない。例えば、中央国の作者たちは、虚構による知恵文学の設定を公王国の黄金時代にしたかも、知れず、また、険しい人生により、にかわしいエジプト第一中間期の動乱時代を舞台にしたフィクションを書いたかもしれない。他の虚構テクストは、陰色テンポで設定されており、 通常は時代を問わぬ主題を取り扱っている。ヘカナクトパピリ、中央国の第十一王朝時代のヒエラティックによる手紙の修正のうちの一枚ほぼすべての文学的テクストは偽名で書かれており、ファラオや大宰相といった歴史上の巧妙な男性に偽って返せられることがしばしばあったとパーキンソンは書いている。歴史的人物を作者にギスのは教訓及び ラメント、講話という文学ジャンルのみにおいて見られ、物語といったジャンルのテクストが巧妙な歴史的人物に返されることは決してなかった。エジプトの古典時代において、エジプトの初期官たちは、初期官たちの役割の歴史とテクストの作者に関する自分たち自身の見解を構築していたが、古代エジプト末期においては、この役割は神殿に属する。 宗教的エリートによって担われるようになった、とテイトは主張している。こうした匿名仕様の規則にも若干の例外がある。ラムセス時代の教訓的テクストの一部では、真の作者の名前が記されているが、こうしたケースは稀であり、地方に限定され、本流の作品の典型となることはなかった。私的な手紙や時として手紙の模範文例を書いた者は、 オリジナルの作者が知られている。ある人物特有の筆跡により、本人のものと特定することが可能な場合があったので、私的な手紙は裁判所で証拠として用いられることがあった。ファラオが受け取りもしくは書いた私的な手紙が王政を祝うためヒエログリフで石碑に刻まれることが時折あり、また石中に刻まれた王の布告が一般に公開されることがしばしばあった。 現代のエジプト学者は、エジプトのテクストを例えば、ラメント、講話や物語などといったジャンルへと分類している。古代エジプト人自身によって名付けられた唯一のものは、教訓もしくは、セバイトと呼ばれるジャンルのみである。パーキンソンは、作品の題名、書き出し、本文中に見出されるキーワードなどがその作品のジャンルの指標として用いられるべきであるとしている。 物語ジャンルのみが三文形式を用いるが物語ジャンルでも他のジャンル同様に陰文で書かれているものも多い古代エジプトの陰文の大半は二行連形式で書かれていたが三行連や四行連も時として用いられた愛国者の教訓をヒエラティックで筆者した新王国時代のパピルス教訓教育及び 思索的講話のジャンルは古代オリエントに見出される知恵文学というより大きな作品群の一部と分類しうる。このジャンルは教訓的な性質を持ち中央国の初期間の教育シラバスの一部となっていたのではないかと考えられている。しかし教育的テクストはしばしば教えるだけでなく楽しませることもできる物語的要素も組み込んでいた。教育的テクストは 初期間の教育よりもむしろイデオロギー的な目的を主眼に置いて作られたものであるとパーキンソンは主張している。中央国時代のアメン・エム・ハと一世の教訓では暗殺されたファラオ・アメン・エム・ハと一世が赤目となって姿を現し冒頭で息子のセム・セレと一世に私がお前に言うことに耳を傾けよと宣告して教訓が語られる。教訓文学は このような作品冒頭の表題によって比較的、明確に分類することが可能である。アメイ・エムハと一世の教訓では、不王アメイ・エムハトが暗殺された様子を詳細に記した、上で信号となる息子への忠告が語られる。アドルフ・エルマンは、アメイ・エムハと一世が息子たちに与えたという、虚構的教訓は、学校の哲学の境界を遥かに超えており、 自身の子供たちに王に忠実であると強く警告するという内容は学校と何の関係もない。としている。アメンイエム派と一世の教訓は文学のスタイルを取りながらもセンウセレと一世の王位の正当性を理解させることが意図されている。一方、雄弁な農夫のような作品で具体化される物語文学が 社会とそこで受け入れられたイデオロギーに立ち向かう一人の英雄を強調することも多いのに対し、教育的テクストは社会のドグマに従う必要性が強調されるのである。教育的テクストに見出されるキーワードに知ると教えるがある。これらのテクストは通例、Y のために作られた X の教訓という定式的な題名の構造を採用しており、ここで X は大宰相やファラオといった権威ある人物の名前が入り、息子に道徳的な指導を与えるという形をとることがある。テクストの中には、受け手に触れる際に、単数型と複数型が切り替わるものもあるので、こうした教育が何人の虚構上の受け手を対象としているのかを定めるのは難しい場合がある。教育ジャンルの作品には、最小プタハヘテプの教訓、 カゲムニの教訓、メリカラー王への教訓、アメンエムハト一世の教訓、ハルドジェデフの教訓、愛国者の教訓、アメンエムオペトの教訓などがある。中央国時代のもので現存している教育的テクストはパピルスに書かれたものであった。オストラコンに書かれた教育的テクストは現存していない。 教育的テクストの生徒による写しが書かれた木製の筆記版で最も古いものは第18王朝のものである。プタハヘテプト、カゲムには中央国の第12王朝期に書かれたプリスパピルスから発見された。愛国者の教訓の完全に揃ったものは新王国時代の写本しか現存していないが、前半部分は中央国の第12王朝の役人。 セヘテピブレを記念する電気の石柱状に完全な形で残っている。メリカラー、アメン・エム・ハとハルド・ジェデフは中央国時代の作品であるが、後の新王国の写本としてしか残存していない。アメン・エム・オペトは新王国時代に修正されたものである。ウェストカー・パピルス。第15王朝から第17王朝の間にヒエラティックで筆記されたものであるが、中央国の 第十二王朝時代に創作されたとみられる、工夫王宮の物語を含んでいる、物語ジャンルは中央国と中エジプト語の残存する文学の中ではおそらく最も少ないものである。新エジプト語の文学では、物語ジャンルは新王国のラムセス時代から古代、エジプト末期にかけての残存する文学的作品の大多数を占めている。中央国の主要な物語作品には、 クフオ王宮の物語、ネフェルカラー王とサセネット将軍、雄弁ナノ夫、フ、シヌヘの物語、ナンパしたスイフの物語、などがある。新王国の物語には、アペピとセケネンラーの争い、ヨッパの占領、運の尽きた王子の物語、二人兄弟の物語、ウェンアモンの報告などがある。紀元前千年期にデモティックで書かれた物語には、 キキンヒブンの物語やプトレマイオス朝時代やアエニュプトゥス時代の短編物語群などがあり、後者は第19王朝のカイムワセトや第1次、ペルシア支配の時代のイナロスのような巧妙な歴史的人物を虚構の伝説的ヒーローに仕立て上げている。これは新エジプト語で書かれた物語の多くが神を主人公とし神話的世界を設定として選んでいったのとは対照的である。 神々と共にあるアメン・エム・ハと一世を描いたレリーフ。アメン・エム・ハと一世の詩は、シヌヘの物語において、セム・セレと一世により報告されているパーキンソンは、物語ジャンルを追悼目的でなく、実用文書でもないフィクションの物語で、通常は物語るというキーワードを用いるものとして定義している。 物語はしばしば他の文学ジャンルの要素を取り込むので、最も制限の緩いジャンルであるとパーキンソンは説明している。例えば、モレンツは、シヌヘの物語の異国の冒険団の冒頭部を、僧霊の記念石中に見られる典型的な辞伝をパロディ化した、僧霊の自己提示であると記述している。この辞伝は、アメン・エム・派と一世の知性化で制度が開始された、特使のためのものである。 シヌヘの物語冒頭で、アメン・エム・ハと一世の共同殺傷にして、後継者であった息子セウセレと一世により、軍へともたらされたアメン・エム・ハとの死の知らせは、優れたプロパガンダであるとシンプソンは述べている。モレンツは、ナンパしたスイフの物語を遠征の報告と、気候文形式の神話であるとしている。シンプソンは、ナンパしたスイフの物語で用いられている。 劇中劇の文学的装置が物語による採石報告の最古の例を提供し得ると述べている。魔法の砂漠の島という設定や言葉を話す蛇といったキャラクターが登場するなど難破した水夫の物語は童話としても分類され得る。死ぬへの物語、酔っパの占領、運の尽きた王子の物語などのような物語が国外での エジプト人の架空の描写を含む一方で、ウェンアモンの報告は、ラムセス11世の地性下に造船用のレバノン杉を手に入れるためフェニキアのビブロスへと旅した、エジプト人の実話に基づいている、可能性が高い。ウェンアモンの報告は、パピルスに記されたユニークで質の高い物語として知られており、プロットの展開も早く、性格描写も巧妙で、 新王国時代のエジプト世界を滑車している。物語ジャンルの作品は、ほとんどの場合パピルスから発見されるが、部分的もしくは時として、完全なテクストがオストラコンから発見されることもある。例えば、シヌヘの物語は、第12王朝から第13王朝にかけて、作成された5つのパピルスから発見された。このテクストは、後の、 第19王朝から第20王朝にかけて、おびただしい海水オストラコンに筆写され、その中には一つのオストラコンの両面に前編が収められているものもある。以上のことから、シヌヘの物語は古代エジプト人にあっては、時代を超えた古典として読み継がれてきた物語文学であることがわかる。主人公シヌヘによるエジプト脱出劇の中に登場する次のセリフは、 古代エジプト文学の中でも、名文の一つとして目されることがある。喉の渇きが襲ってきた。息苦しい。私の喉は渇き切った。私は恋に出した。これが死の味だと。中央国の予言的テクストのジャンルは、ラメント、講話、対話、刑事文学などとしても知られ、イプエルの訓戒、ネフェルティの予言、生活に疲れた者の魂との対話のような作品が、 含まれる。公王国にはこのジャンルの先例はなく、また新王国で新たに作成された例も知られていない。しかしながら、ネフェルティの予言のような作品は新王国のラムセス時代に頻繁に筆者されており、この中王国のジャンルは聖典化されたが、継続はされなかった。エジプトの予言文学は、ギリシアのプトレマイオス長及び、ローマの属州時代のエジプトにおいて、 デモティックの年代記、羊の神託投稿の神託、お及びネクタネボニセイを主人公として焦点を当てた二つの予言的テクストなどで復活を見た。教訓テクストとともに、こうした思索的講話は古代中東の知恵文学の一部と分類される。鳥の姿をしたエジプト人の魂の構成要素の一つであるは中央国の講話文。 生活に疲れた者の,の魂との対話に現れる。中央国のテクストにおいて共通するテーマには、遠征感、社会と宗教の変化の記述、国全土の大きな混乱などがあり、これらは、統合論的に、昔は、今は、という定型的な因文の形を取る。これらのテクストは、ラメントと称されるのが普通であるが、ネフェルティの予言はこのモデルから逸脱し、困難な世界状況に、 前向きな解決を与えている。ネフェルティは、第18王朝以降の写ししか残存していないが、その明らかに政治的な内容から、もともとは、アメン・エム・ハト一世の知性かもしくはそのすぐ後に、書かれたものであろうとパーキンソンは主張している。シンプソンはこれを、アメン・エム・ハト一世が、第11王朝のメンチュヘテプ4世から王位を、散脱して創設した第12王朝の、 新体制を支持するよう意図された、あからさまな政治的パンフレットであると呼んでいる。この物語帳の講話において、第四王朝のスネフェルは、賢人、講子、神官であるネフェルティを王宮に召喚する。ネフェルティは国が混乱の時代、エジプト第一中間期をほのめかしている、に突入するが、正義の王、アメニによって、かつての繁栄を取り戻すであろうという予言をして、 王を楽しませる。古代エジプト人は、アメニの名をすぐに、アメンエム派と一世であると理解したであろう。動乱の世が、救世主たる王により、黄金時代へと変わるという同様のモデルは、羊や投工などでも取られているが、ローマによる支配下にあった受け手にとって、救世主はまだ訪れていない存在であった。イプウェルの忠告は、第十二王朝時代に書かれたものであるが、 第十九王朝のパピルスとしてしか残存していない。一方で、生活に疲れた者の魂との対話は、第十二王朝のオリジナルのパピルスが発見されている。これら二つのテクストは、他の講話と文体、口調、主題などの面では似通っているが、対話のやり取りにおいて、架空の聴衆に非常に活発な役割が与えられているという点で他から際立っている。 ディップウェルでは、賢者が、名前のない王とその従者に語りかけ、国の悲惨な状態を描写し、それは、王が、王に相応は良い,い美徳を保てていないからであると、非難する。これは王たちへの警告とも受け取れるし、また以前の混乱していたとされる時代と対比させる、ことで、現在の王朝を正当化したものとも受け取れる。魂との対話では、男が、自分の、バート、 絶望のうちに生き続けるべきか、それとも悲惨から逃れるために死を求めるべきかを巡り交わした会話を聴衆に物語る。フネフェルの死者の書のこのビネットは彼の心臓と真実の羽の重さが比べられる場面を表している。もし心臓が羽よりも軽ければ、来世に行くことが許される。さもなくば、心臓はアメミットに飲み込まれてしまう。 奏霊用の平板石碑が最初に作られたのは、古王国の初期であった。通常はマスタバから発見され、死者の名前、公的な称号、祈りの言葉を含む名と、レリーフが組み合わされている。奏霊の死は死んだ王の魂を保護するものだと考えられていた。ピラミッドテクストは詩的な因文を含む宗教的文学の現存する最古のものである。 こうしたテクストが墓やピラミッドに現れるようになったのは、ウナスの治世下になってからで、ウナスは、ウナス王のピラミッドをサッカラに建造させた。ピラミッドテクストは、来世での王の魂を保護し育むことを主要な目的としていた。この目的には、来世において王だけでなくその家臣たちをも保護することが含まれるようになった。当初のピラミッドテクストから進化して、 様々なテクストの伝統が生まれた、中央国の古品テクストや、新王国時代から古代エジプト文明の終わりまで、パピルスに書かれ続けた、いわゆる死者の書、ラーの伝統、アムグアトなどである。地はまた王政を祝うためにも書かれた。カルナック神殿のアメンラーの地に、第十八王朝のトトメス三世が混流した、自身の軍事的勝利を記念する石碑では、 神々がトトメスを指摘員分で祝福し、敵に対する勝利を保証している。石碑に加え、生徒が使った木の筆記板からも詩が発見されている。王の称賛のほか、様々な神々や、ナイル川を称える詩、ナイル川参加なども書かれた。盲目のハープ奏者。紀元前15世紀、第18王朝の壁画より現存する皇王国の参加や歌の中には、 神の神殿でその神に朝の挨拶をする参加が含まれている。セムセレット3世に捧げられた中央国の一連の歌がエル・ラフンで発見されている。こうした歌がメンフィスでファラオに挨拶するのに用いられたものであるとエルマンは考察している一方、シンプソンはこれらは宗教的な性質のものであるが宗教的な歌と 世俗的な歌の間にはさほどはっきりした区別はなかったのであろうとしている。中央国の破壊士及び新王国のパピルス・ハリス500から発見された歌詞、ハープ弾きの歌は公式な宴会で晩餐の客のために演奏するためのものであった。アメンホティップ4世の時代にはその地政下で独占的な庇語を与えられていた太陽円盤の神、アテンに向けて書かれた。 アテン参加が書かれた。この参加は、愛の墓を含むアマルナの母軍に残存していた。次に掲げるのは、アテン参加の中の一節である。もろもろの獣は、住処に飽きた陸先は、緑輝く巣を飛び立つ小鳥は何時を叩えて、翼を広げ獣は飛び跳ねるなり。生きとし生ける者は、ことごとく何時がいずるのを待つ。何時が、前の道くまなく開けたれば、船は北を指し、 南に向かう。水に住める魚は、何時が、面前に乱物。何時のミーズ、青うなばらに、甘ねし。月来るを知らず何時の自責よ。されど、人は皆それあるを知らず。お並ぶなき唯一の神よ。シンプソンはこの作品の言い回しや一連の発想を、旧約聖書の詩編104のものと比較している。デモティックで書かれた詩的な参加はただ一編しか。 現存していない。しかしながら、ヒエログリフで神殿の壁に書かれた新エジプト語の宗教的参加は多数が現存している。新王国より前に書かれたエジプトの恋愛史は現存しておらず、新王国のものは新エジプト語で書かれているが、それより前の時代にも存在はしていたであろうと推測されている。エルマンはエジプトの恋愛誌を旧約聖書の宮尾と比較し、 恋人たちが互いを呼ぶのに、妹、兄という言葉を使っていることを印象している。また、古代エジプト文学における詩には、エジプトの神々はほとんど登場しないが、恋愛詩においてはしばしば、恋の相手が互いに交わす詩の中で神の地位を得ることがある。チェスター・ビティ第一パピルスには、恋する男女がその恋情を互いに歌い上げた詩が、記されているが、 そのうちの男性が女性を読んだ詩には次のような一節がある。たった一人の比べようがない彼女。すべての中の美しきものよ。新年の初めに夜明けと共に姿を見せる星のようだ。ここで彼女は大犬座のシリウスに例えられ、古代エジプト人はこの星をイシス人の現れとして見ていた。石灰岩のオストラコンに書かれたヒエラティック。 古代エジプトの生徒が練習として書いたものである。この生徒は大祭小会による四通の手紙を筆写している。古代エジプトの手紙の模範文例と書簡文学とは同じ一つの文学ジャンルに分類される。長距離の手紙には泥の封印をしたパピルスの巻物が使われた一方、近所に送る内密のものでない短い手紙にはオストラコンがしばしば用いられた。オーケ 役人の通信のための、もともとはヒエラティックで書かれていた手紙は、時折ヒエログリフで石に刻まれるという高貴な扱いを受けることがあった。生徒たちにより木の筆記板に書かれた様々なテクストの中には、手紙の模範文例も含まれる。教師や家族によるものを含む私的な手紙が、筆写するための模範文例として用いられることがあった。しかしながら、こうした文例が、 教育的な写本に取り上げられることはほとんどなく、代わりに数々の写本に見出される架空の手紙が採用されていた。こうした手紙の模範文例で一般的であった提携句は役人 A が初期官 B に述べるというものであった。知られている最も古いパピルスの手紙は第5王朝のジェドカライセシの知性のものとされる総裁伝で発見された。 第6王朝時代のものとされるより多くの手紙があり、この時代に書簡文学というサブジャンルが始まった。第11王朝時代のものとされる教育的テクスト、ケミトの書には書簡用の挨拶文リスト、手紙形式の結びを持つ物語、追悼の伝記に適した用語集が収められている。中央国時代初期の他の手紙でも、 ケミトの書に類似した書簡の提携文が用いられていたことが発見されている。第11王朝時代のものとされる合同によって書かれたヘカナクとパピリには古代エジプトで書かれた知られている限り最も長い詩的な手紙のいくつかが収められている。中央国時代後期には書簡の提携文のより一層の標準化が見られアメンエム派と三世の知性化に ヌビアのセムナ要塞に送られた公式文書から取られた一連の模範文例はその例である。書簡文学は新王国の三つの王朝すべてを通じて書かれていた。使者に宛てた手紙は公王国の時代から書かれていたが、書簡形式での神への単元の手紙が書かれるようになったのはラムセス時代からで、これはペルシア支配下のエジプト及びプトレマイオス朝時代には非常に ポピュラーとなった第19王朝時代に書かれた第一次、アナスタシ・パピルスの風刺的手紙は、生徒たちにより数多くのオストラコンに筆写された、教育、教訓的テクストであった。ウェンテはこの書簡作品の内容が、コンセトライセの願いを添えた適切な挨拶、修辞的な文章構成、知恵文学における格言の解釈、工学的問題及び軍隊への補給の計算への、 数学の応用、西アジアの地理にわたり、非常に汎用性なものであったと述べている。さらにウェンテはまたこの書簡を、場所、職業、事物の単調で、機械的な学習をせぬように進める、論争的な論文とも呼んでいる。例えば、西アジアの地名だけを知るのではなく、その地史やルートの重要な詳細も知らねばならないと、している。また、教育効果を高めるため、 皮肉や風刺が用いられている。第二十王朝はしばしばラムセス朝と称されるが、紀元前11世紀の前半に父ジェフーティメスと息子プーテハーメンとの間で交わされた王復書簡となったパピルス約40通が依存している。この親子の書簡は後期ラムセス朝書簡と呼ばれており、家族を思う気持ちや生活に根付いた神々への信仰が綴られていることで知られている。 キャサリン・パークは、最古の追悼の名は古代エジプトの紀元前3000年期のものであると書いている。パークによれば、古代エジプトでは、ファラオの生涯を定式的に報告することにより、王権の連続性を称賛していた。通常は第一人称で書かれていたが、こうした声明は公的で、一般的な表彰の言葉であり、個人的な源氏ではなかった。 これらの古代の碑文と同様に、人間の死に対する生の衝動を祝い、記念し、永遠性を与えたいという強い欲望が今日書かれる、電気の目的でもあるとパークは付け加えている。バーという男の僧霊の石碑。着座し、剣種を受けながら神聖なハスを嗅いでいるのがバー。バーの息子のメスと妻の胃にも着座している。剣種を行っている男の身元は特定されていない。 石碑は新王国の第十八王朝のものとされている。オリビエ・ペルデは古代エジプトには電気は存在せず、追悼文は自伝的なものと考えられるべきだとしている。エドワード・エルグリーンシュタインはペルディの用語法には賛同せず、古代世界には現代的な意味での自伝は存在しておらず、古代世界の自伝的テクストは 現代の自伝とは区別されねばならないと述べている。いずれにせよ、ペルディもグリーンシュタインも、古代オリエントの自伝は、今日の自伝の概念と、同一視してはならないと断言している。ジェニファー・フーストは、ヘブライ語聖書の、コヘレトの言葉をめぐる議論において、古代世界に、真の意味での電気もしくは自伝が存在していたか、田舎については、学者の間に、 確かなコンセンサスは存在しないと説明している。この理論に対する主要な学術的議論の一つに、個人という概念がヨーロッパのルネサンスになるまで存在していなかったというものがあり、クースとは、よって自伝はヨーロッパ文明の産物なのである、アウグスティヌスがルソーを生み、ルソーがヘンリー・アダムスを生み、などなど、と書いている。クースとは、 古代エジプトの追悼的な僧霊テクストにおける第一人称の私は作者とされている人物がすでに死んでいるのである以上文字通りに受け取られるべきではないと断言している僧霊のテクストは自伝的なものではなく電気的なものと考えねばならないこうしたテクストは死者の来世での旅の経験までをも記述しているのが 常であったので、電気という言葉を用いることにも問題があると、クーストは警告している。第三王朝後期の役人の総礼石碑を講師に、死者の肩書きの隣に、若干の電気的事項が書き加えられるようになった。しかしながら、政府高官の生涯と経歴の物語が刻まれるようになるのは、第6王朝以降であった。中央国には墓に書かれる電気はより詳細なものと、 なり、死者の家族の情報も書かれるようになった。自伝的テクストの圧倒的多数は、初期間の官僚に捧げられたものであったが、新王国時代には、武漢や兵士たちにも若干が向けられるようになった。末王朝時代には、自伝的テクストは、人生で成功するために、まさしく行動することよりも神々からの助けを求めることにより、重点を置くようになる。 初期の自伝的テクストが成功した生涯を祝うことに専念していたのに対し、末期王朝時代のものには古代イギリシアのエピタフと同様に早すぎる死を悼む文章が含まれる。トトメス三世の年代記。カルナック神殿にて、現代の歴史家たちは、伝記的テクストの一部は重要な歴史的資料であると考えている。例えば、トトメス三世の知性下で建設された、 神殿型貴族墓にある軍の将軍たちの電気的石碑はシリアとパレスチナでの戦争について現在知られている情報の多くをもたらしている。また一方、トトメス三世の地聖下に作られた様々な建造物の壁に掘られたトトメス三世の年代記もこれらの戦役に関する情報を今日に伝えている。トトメス三世年代記は カルナックのアメン神殿においては、第六東門とイタリ聖書の間の自ら増築した部分の壁に記されている。年代記には、出来事がいつ起こったことであるかを明示しながらも、ファラオの姿を大しく描写するなど、文学的な書要素も見られる。ヒッタイトとノカデシュの戦いを伝えるラムセス二世の年代記は、エジプト文学において、初めて、従来の記念、または、 伝承を目的とした詩とは異なる物語的な序子詩を含んでいた。第五王朝のパレルモイ詩などのような簡潔な年代記に見出される古代の王のリストもエジプト詩を調査する上で有用な資料である。これらの文書は同時代のファラオによる支配権の主張を正当化するものであった。古代エジプトの歴史を通じ王の布告は統治するファラオの辞籍を物語っていた。 例えば、第25王朝の創始者であるヌビアのファラオピーは、古典的な中、エジプト語で波外れた異名と、鮮明な創造力をもってその軍事作戦の成功を記述した石碑を建てさせた。ギリシア名、マネトで知られる、エジプトの歴史家が、エジプトの包括的な歴史を編纂した、最初の人物であった。マネトは、プトレマイオス2世の知性家に活動し、 ヘロドトスで発見された教育的なオストラコンから、定式的な落書きが初期間の学校で練習されていた証拠が発見されている。ハトシェプスト女王総裁殿にあるトトメス3世の総裁殿に残された落書きのメッセージでは、最初プタハヘテプの教訓の格言を改変したものが、神殿の壁に書かれていた祈りに組み込まれている。初期間たちは、 他人の落書きと自分のものとが区別できるよう話して描くのが普通であった。これは書記官同士の競争へといたり、時には職業上の先輩も含む他の書記官によって掘られた落書きの質を貶めることもあった。紀元一世紀にコプト人がキリスト教に改修すると、そのコプト正教会文学は王朝時代及び、 ヘレニズム時代の文学的伝統とは切り離された。それでも、なお、学者たちは古代エジプト文学が、おそらくは交渉の形で、ギリシア文学とアラビア文学に影響を与えたで、あろうと推測している。物語、よっぱの占領で籠に隠れて、ヤッファに忍び込み街を攻略した、エジプトの戦士たちと、ホメーロスのイーリアスで、ミケーネのギリシア人たちが、 トロイアの木馬に隠れて、トロイアに潜入した話の間には、並行するものがある。ヨッパの占領はまた、アラビアの、ジオヒトヨ物語のアリババの物語とも比較される。シンドバットは、王朝時代の、ナンパしたスイフの物語から着想を得たものでは、ないかと推測されている。エジプト文学の作品の一部は、古代世界の学者たちによって仲介された。 例えば、ユダヤ人のローマ歴史家、フラウィウス・ヨセフスは、マネトによる歴史的テクストを引用し、注釈を加えた。三種の文字で書かれたロゼッタストーン。大英博物館像現在知られている中で最も、新しい古代エジプトのヒエログリフの碑文は、フィライ神殿で発見されたもので、テオドシウス一世一世か、西暦394年のものである。 紀元4世紀にギリシア化したエジプト人のホラポロは200近くものエジプトのヒエログリフの調査を修正し、その意味するところの解釈を示したが、ホラポロの理解は限られたもので、各ヒエログリフの音声的な用法には気づいていなかった。1415年にクリストフォロブ・オンデル・モンティがアンドロス島でこれを入手し、この調査は再び知られるようになった。アタナシウス・キルヒャーは、 コプト語が古代エジプト語の直系の言語学的子孫であることに気づいた最初のヨーロッパ人であった。キルヒャーはエジプトのオイリプスにおいて象形的な推測に基づいたものではあったが、エジプトのヒエログリフの意味を解釈する西洋で初めての計画的な試みを行った。1799年になり、エジプトシリア戦役でナポレオンにより二言語三初期体系の命がある。 ロゼッタストーンが発見されて初めて近現代の学者は古代エジプト文学を読解できるようになった。1822年にはジャン・フランソワ・シャンポリオンがロゼッタストーンのヒエログリフを翻訳する最初の努力を行った。19世紀におけるエジプト文学翻訳の最初期の努力は聖書上の出来事を裏付ける試みとしてなされた。 1970年代以前では古代エジプト文学は古代の社会政治体制に影響されない独立した言説ではなかったというのが学会でのコンセンサスであった。しかしながら1970年代以降この理論に疑問を投げかける歴史家や文学研究者が増えている。1970年代以前の学者たちは古代エジプト文学の諸作品を古代社会の状況を 正確に反映した有望な歴史的資料として取り扱っていたが、現在ではこのアプローチにも継承が鳴らされている。学者たちは個々の文学作品の研究に多角的な解釈学のアプローチを取ることが多くなりつつあり、様式や内容だけでなくその文化的、社会的、歴史的な文脈も考慮に入れられるようになった。個々の作品は、 古代エジプト文学の建設の主要な特徴を再構築するためのケーススタディとして用いられうるのである。ありがとうございます。